ホルシュタイン・キールはドイツのキールを本拠地とするサッカークラブ。総合スポーツクラブであり、サッカー以外でもハンドボール、テニス、チアリーディングなどの活動が行われている。1900年に発足。1910年に準優勝。1912年にはドイツチャンピオンの座を勝ち取っている。 第二次世界大戦中の1943年にはドイツ優勝決定戦において4強に残り、3位決定戦でビエナウィンに勝利した。第二次世界大戦後はかつてのような成功を収めることができず、主に3部4部リーグに在籍している。国内カップ戦においては1941年の4強進出が最高。準決勝はシャルケ0 4に0対6で敗れた。 その後、目立った成績は見られなかったが、2002年の1回戦では一部のヘルタ・ベルリンに勝利した。また、2011、2012シーズン DFB ピカルでは、前年のブンデスリーガ王者のボルシアドルトムントに、敗れたものの、準々決勝まで進出した。2005年から2006年のシーズンにかけて、序盤より、好調な成績を収めて、ブンデスリーガ2部への昇格を期待されたが、 後半戦で急激に失速して4位に終わり、昇格は果たせなかった。2014から15シーズンには、ブンデスリーが3部で3位となったが、2部16位の1860、ミュンヘンとのプレイオフに敗れ、今回も2部昇格を果たせなかった。2016から17シーズンで3部で2位となり、悲願だった2部昇格を果たした。2017から18シーズンは、 昇格一年目ながらも三位となり、一部十六位の VFL ボルフスブルクとの入れ替えプレイオフに挑んだが、二戦合計一から四の惨敗を喫し、二年連続での昇格を逃し、初のブンデスリーが一部昇格も叶わなかった。二0二十から二21シーズンも二部で上位争いを繰り広げ、二2二十一年一月には DFB ポカール一回戦で FC バイエルンミュンヘンを PK 戦の末に下すというアップセットをやってのけた。リーグ戦の方は最終節に SPVGG グロイターフィールドに追い抜かれ、痛恨の3位転落。またしても入れ替え、プレーオフを戦うことになり、1FC ケルンに2戦、合計2から6の惨敗を喫し、またしても一部昇格はならなかった。なしなし中、選手の国籍表記は FIFA の定めた、 代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権、星印は EU 県外選手を示す。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。